公明党の伊佐真一です。本日も質問の機会をいただきましてありがとうございます。バッターを見てますと、最初の重本委員が京都で、で次の山田委員が東京で、私が大阪と、この京都、東京、大阪、どこもインバウンドが今非常に伸びておりまして、そしてこの民泊に対しても非常に今大きな、さまざまなその自治体も関心を持って動いているところのバッターが続くなというふうにして拝見をしておりましたが、この旅館業法の審議、前回の国会でも私質問に立たせていただきまして、でこのついになる民泊新法、ここも国交委員会でも質問をやらせていただきました。でこの民泊新法は国会で成立をいたしまして、でこの来年の3月から民泊の申請が始まると、で6月から施行されるというような今状況になっております。でこの成立した後で今さまざまな動きがありまして、その動きの中で、課題として見えてきたところもあるし、さまざまなこうした課題や動きを中心にして今日は質疑をさせていただきたいというふうに思っております。まずこのシェアリングエコノミーということに対して、民泊はこのシェアリングエコノミーの一つであって、これに対して政府がどのような姿勢でこのシェアリングエコノミーに対しているかと、これ民泊の場合はスペースをみんなでシェアすると、あるいは移動手段のシェアがあったりとか、物のシェアがあったり、あるいはスキルのシェアっていうのもあります。クラウドファンディングみたいなその資金調達のシェアというのもあると思いますが、このシェアリングエコノミーというものを政府は成長させようとしているのか、それとも、いろんな課題があるのでこれをしっかりと規制を強化しなきゃいけないというような立場なのか、まずどちらかお答えいただければと思います。柴崎内閣官房内閣参事官。お答え申し上げます。シェアリングエコノミーには我が国に散在する有給資産やスキルなどの有効活用を通じ、さまざまな社会問題を解決する役割を期待しているところでございます。内閣官房 IT 総合戦略室におきましては、昨年11月シェアリングエコノミー推進プログラムを取りまとめまして、モデルとなるですガイドラインをお示ししたところでございます。そこにおきまして、安全性信頼性の高いサービスを事業者団体が認定する仕組みの立ち上げを後押しするなど、その普及と推進のための支援を行っているところでございます。また本年からは世界最先端 IT 国家創造宣言、官民データ活用推進基本計画に基づきまして、シェアリングエコノミーを活用する自治体の支援に取り組んでいるところでございます。今後も引き続きまして、我が国のシェアリングエコノミーの健全な発展に向けまして、関係省庁と連携して取り組みを進めてまいりたいと思っております。以上。伊佐真一君。つまり普及と推進をする立場だと今おっしゃっていただきました。もちろん規制も必要だというふうに思います。ただその規制もその安全性や例えば信頼性をしっかりと測っていくと、でこの安全性信頼性を測った上で、それはその発展させていくために安全性信頼性を測っていくんだというようなご答弁だったと思います。こういうふうに政府が非常にシェアリングエコノミーに対して前向きだというところはよく理解をさせていただきました。でその上で、今回の民泊について、まず基本的なところを高木副大臣に質問させていただきたいと思います。この今審議をしております旅館業法というものと、すでに成立可決いたしました民泊新法、でこれが対の法律だというふうによく言われておりますが、この2つの法律の関係、それぞれのこの位置づけっていうのはどういうふうに考えればいいでしょうか。高木厚生労働副大臣。お答えいたします。民泊サービスにつきましては、インターネット仲介業者を通じまして旅館業の許可を得ずに行われている事例などが多く見られておりまして、実態が先行し、騒音やゴミ出しなど地域住民とのトラブルといったさまざまな問題が発生しております。こうした問題は民泊サービスを誰がどこで実施しているかという実態把握が困難であることなどが要因となっております。このために適正な形で民泊サービスの把握ができるように、本年6月に成立しました住宅宿泊事業法では、民泊サービスに関しまして届出制をはじめとする一定のルールを定めて、その実態把握と適切な指導監督が行われることとしております。一方で旅館業法改正法案につきましては、住宅宿泊事業の届出をせず、また旅館業法上の許可も取得しない
いわゆる違法民泊事業者につきまして、都道府県知事等による立ち入り検査権限を創設する、また合わせて、無許可営業に対する罰金の上限額の引き上げを行うことにより、その取り締まりを強化するものでございます。まあ、このように、ご指摘のとおり、住宅宿泊事業法と改正後の、旅館業法が相まって違法民泊を取り締まりつつ、健全な民泊事業者が育成され、旅館、ホテル、民泊による多種多様なニーズに合った宿泊サービスの提供が可能になるものと考えております。いわばアクセルとブレーキの関係かと受け止めております。委員長、伊佐伸一君。このアクセルとブレーキというふうにおっしゃっていただきました。ご答弁の中で、実態把握をされるんだと。つまり、その意味するところはすでに、今回民泊新法あるいは旅館業法という形で新しい法律改正も行われてますが、すでにあるんだと。それをどうやって実態把握するかと。よくこの2つの法律で民泊が解禁されたと、さあこれから大変なことになるというふうなおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、そうではなくって、もともと今すでに存在していると。ただルールがなかった、何もルールがなかったがゆえに、その周りの住民の皆様にご迷惑をかけているものもあったかもしれないし、あるいは一部ではこの犯罪の温床になっているんじゃないかというような指摘もあった。だからそういうところに対してしっかりとルールを作って、今あるものに対してルールを作って、この、民泊を健全に育成というふうにおっしゃっていただきましたが、このアクセルとブレーキになるものだというふうに、理解をいたしました。で、それではじゃあすでにこの民泊が存在している、民泊らしきものがまだ申請これからですから、このということですが、今日本にどれぐらい民泊らしきものというものはあるとお考えでしょうか。水島観光庁次長。お答え申し上げます。いわゆる民泊につきましては、先生ご指摘のとおり、その実態の把握が、難しいところではございますけれども、観光庁が、今年行いました訪日外国人消費動向調査というものがございまして、それによりますと、訪日外国人旅行者のうち 12.4% の方が有償での住宅宿泊を利用したという調査結果が得られておるところでございます。必ずしも正確な宿泊実績を把握できているわけではございませんけれども、訪日外国人旅行者のうち一定の割合でそういった利用がなされているものと認識しているところでございます。なおこの実態上の民泊につきましては、旅館業法上の許可を受けた簡易宿泊所、また特区民泊の認定施設のほか、旅館業法の許可を受けていない違法な物件などが混在しているのではないかというふうに考えられるところでございますけれども、昨年厚生労働省がいわゆる民泊仲介サイトに掲載されている約1万5000件の物件を対象に調査された結果によりますと、旅館業法の営業許可を受けている施設は約 16.5% であった。無許可で営業を行っていたものが約 30.6%、物件の特定ができなかったものや自治体において調査中のものが約 52.9% であったというふうに承知しているところでございます。伊佐伸一君。この日本に来られた外国人の方の 12.4% の方がこの、有償での住宅宿泊をされたということ、今今年の数字も見てますと、おそらく訪日外国人3000万人ぐらいに届くかもしれないと、近くに行こうとしているような、こういう状況でありますので、単純に計算しても3000万人で、12.4% ですので、300万人ぐらい実は今民泊を使っているという状況にある、その実態、その前提の上で我々はこの議論をしていかなきゃいけないというふうに思っております。で、その上で一つちょっと心配していることがありまして、それは先ほど高木副大臣がおっしゃっていただいたような、この法律の趣旨というものがしっかりと関係者の皆様に伝わっているかどうかというところです。で、観光庁はこの制度設計の詳細についてガイドラインを作るというふうになっておりますが、で、そこにいろんな詳細が示されるわけですが、これ未だ示されてないという状況です。で、現場のさっきのいろんな各自治体の動き紹介があり、他の委員からもありましたが、現場の制度設計にいろんな混乱が生じているというふうに思っております。この法律の18条では自治体が条例を制定することができると
というふうに書かれております。これは各地域の実情に合わせて、その法律に書かれた規制にさらに、まあ、上乗せといいますか、それ以上にその民泊に制限を加えることができると、住民の生活環境に悪影響を及ぼさないように制限を設けるということになっています。で、例えば東京のある区では、これすでに特区をやっているところですが、ここのところも私も見に行っていろいろお話聞かせていただきました。で、そこが今審議している条例にはこう書かれています。住居専用地域では全面禁止と。つまりそもそも人が住んでいる住宅を民泊としてやろうという話になっているんですが、この住居専用地域では全面禁止というような今条例を審議していると。で、あるいは別の区、東京の別の区では、住居専用地域では毎週月曜から木曜日は禁止と、民泊禁止と、つまり平日は民泊禁止という条例が審議をされております。で、これ東京の民泊の実績見ますと、8割が4泊以上なんです。8割が4泊以上なんですが、この平日禁止になってしまうと、その8割が全部除外されてしまうというような状況になります。この状況に対して政府はどういうふうに今認識をしているでしょうか。水島観光庁次長、お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、住宅宿泊事業法の第18条におきまして、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生、その他の事象による生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、住宅宿泊事業を実施する区域、期間について制限することができるというふうに規定をしておるところでございます。当該規定の趣旨からは、自治体が条例を定めていただく際には、生活環境の悪化を防止するために、特に必要があるかなどの観点からきめ細かに、検討していただく必要があるのではないかというふうに考えておるところでございます。このため、一般的に申し上げれば、広範な区域で年間を通じて、全面的に宿泊住宅宿泊事業を禁止するといったような事実上の営業規制となるような過剰な規制は法の趣旨に照らしまして、適切でないと考えておるところでございます。伊佐伸一君。つまり自治体と今その趣旨が伝わってないと思うんです。自治体との連携不足だと。まあ、そもそもその制度設計でこうして現場が混乱しているのは、ガイドラインが今まだできてないという状況だからと。6月15日に施行がされて、で3月に届け出が始まります。つまりこれに間に合わせるためには、地方の今自治体議会はもう間に合わせるために今条例作らないといけないんです。で、ところが本来であればこのガイドラインができた上で自治体が条例を作るのが本来の流れなわけですが、ところがガイドラインがなかなか出ないので、見切り発車せざるを得ないというような状況になっております。ぜひ観光庁、ガイドライン早期に作って公表していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。水島観光庁次長。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、この法律の施行のスケジュールでございますけれども、これは本年の10月27日に政省令が公布されまして、来年の3月15日には、届け出などの準備行為が開始されると、で最終的には6月15日に法律全体が施行されるということでございますので、このため各自治体の皆様におかれては、現在条例の検討を急いでおられるところだというふうに主張しているところでございます。本法の運用指針となりますガイドラインにつきましては、現在関係省庁とも調整しながら最終的な作成作業を進めているところでございますけれども、本年中可及的速やかに発出できるように今作業を急いでいるところでございます。伊佐伸一君。まあ、可及的速やかにということですが、もうぜひもうこの少なくとも今月、まあ、年年内、あるいは、まあ、12月半ばぐらい、まあ、今の条例の議論からすると、それぐらいの今スピード感でないと、このガイドラインの内容が入れられませんので、ぜひお願いしたいというふうに思っております。まあ、自治体としても、やはりまあ、住民の生活を守るという観点からすれば、ガイドラインのない状況ではこうした対応にならざるを得ないというふうに私もよくわかります。そういった意味でしっかりと徹底していただきたいというふうに思います。住民の皆さんの生活を、まあ、生活環境を守っていくという観点で、当然、まあ、丁寧な対応をしていく必要がありますが、先に国交省の真鍋審議官に、お伺いしたいと思います。例えばマンションで
民泊を営業する場合、この周りの住民の方々の理解を得ていくことが当然まあ重要なわけですが、このマンションは通常管理組合というのがあります。で、管理規約もあると思います。で、このちょっと2段階でちょっとお伺いしたいと思うんですが、このまず管理組合の相違、まあ、いわゆる管理規約ですね、管理規約との関係で民泊の制限というのはどうなってますでしょうか。真鍋国土交通省大臣官房審議官。マンションの民泊についてのお尋ねがございました。お答え申し上げます。分譲マンションにおける民泊をめぐるトラブルを未然に防止するため、民泊を許容するか否かについて、あらかじめマンションの管理組合においてよくご議論をいただいて、その結果を踏まえて民泊を許容するかあるいは否かということを管理規約上明確化しておくことが望ましいと考えております。そのため8月の29日管理規約のひな形であるマンション標準管理規約の改正を行いまして、住宅宿泊事業を許容する場合あるいは禁止する場合双方の例を示して、マンションの関係団体や都道府県等への通知を行ったと、こういうことでございます。以上。伊佐伸一君。審議官すいません、もう一度お願いします。私伺いたかったのは、その、まあ、届け出を民泊しようとする方が届け出を行いますが、その時に、まあ、住民の合意、マンションの管理規約との間できちんと確認をしなきゃいけないという行為があるはずなんですが、それについて、はい、答弁願います。真鍋大臣官房審議官。申し訳ございません。追加でお答え申し上げます。住宅宿泊事業者の届け出の際に、マンションにおいては民泊を禁止する旨の管理規約がないことを都道府県知事の確認事項として法律の省令に位置づけております。ただし管理規約の改正には一定の期間を要するということから、管理規約上に民泊を禁止するか否かが明確に規定されていない場合には、管理組合の総会あるいは理事会の決議を含めて管理組合として民泊を禁止する方針が決定されていない旨を届け出の際に確認することとしております。委員長。伊佐伸一君。まあ、当然管理規約に民泊ダメよと書いてれば民泊はできないわけです。で、その上で、まあ、ほとんどの場合多分管理規約何も書かれてないんですね。その民泊はいいかどうかと、その会議が書かれてないと。で、まあ、で、その上で書かれてない場合には、さっきの答弁、禁止する意思がないことを確認する書類も添付してくださいと。この意味するところは、私がレクで聞いたのは、例えばその管理組合のいろんな会合の中で、議事録に民泊が取り上げられて、反対だという意見が、例えば多数あったら、それはまあ、反対の意見がないとは言えないので、当然ダメですと。ただ、反対の意見も何もなければ、ないのが議事録で確認されれば民泊はやってもいいと。で、これただ一つ懸念は、当然この民泊っていうものがまだこれからの段階で、マンションの管理組合や住民の皆さんも議論をまだ管理規約を変えようとかそんな議論になってないわけです。で、議論しなかったがゆえに議事録に当然残ってないわけで、そうすると議事録に残ってないから特に反対の意思はないということで民泊がどんどん許可されてしまうと。だから住民が何も知らないうちに民泊が進められるんじゃないかという懸念があると思いますが、これをどう考えますか。真鍋大臣官房審議官。おっしゃる通り、管理組合において十分にご議論していただいた上で、民泊のまず制度をご理解いただき、これを許容するか否かということを管理規約上明確にする、あるいは総会や理事会の決議としてまとめていただくということがよろしかろうというふうに思います。ただし現状まだマンションの居住者の方が制度の理解あるいはこうした管理規約の改正の必要性について十分に ご理解をいただいていないという状況にあろうと思いますので、私もといたしましては制度の理解とともにこうした管理規約の必要性について周知徹底が必要であるというふうに考えてございます。このため先ほど申し上げました標準管理規約の改正内容を国土交通省のホームページに掲載するとともに、
全国の地方公共団体へ周知しております。また全国のマンションの管理業務を受託している管理会社がございますが、この管理会社の9割を所管しているマンションの管理業協会、一般社団法人がございます。そちらを通じて各管理組合への周知を8月の末および10月の末2度に分けて行いました。その他、公益財団法人マンション管理センターございますけれども、そちらで相談窓口を8月の末に設けまして、全国の居住者の方あるいは管理組合からの相談の受付も開始しております。このセンターでは管理組合向けの特別のセミナー、これを9月から11月にかけまして全国10回設けております。その他、協会に業界団体に属していない自主管理組合、これもございますので、そちらに対しての参考資料の配布というのもこの11月に終えたところでございます。でなおもまだ制度について十分にご理解をいただいていないというような居住者の方、管理組合の方もあろうかと思いますので、さらに引き続きその周知の徹底を図っていきたいと考えております。委員長、伊佐伸一君。この制度の趣旨というのをしっかりとこの徹底をしていただきたいということで質問させていただいておりますが、もちろんこれ全員知ることは無理だと思います。当然全員の住民が知ることも無理でしょうし、ただその、過剰な規制になっちゃいけないというふうに思っておりますので、私がぜひ申し上げたいのは、これから今ガイドライン作っていらっしゃるわけですが、ぜひこの家主居住型と不在型はこれ分けるべきじゃないかというふうに思ってるんです。つまり家主がいて実際にそのゲストを受け入れておもてなしをすると、で当然家主が住んでるわけですから、両隣、向かい三軒両隣はある程度こう顔が見える関係がしっかりとできているわけですね。そういう場合でその民泊をする場合と、あるいは家主が離れたところに住んでて管理会社があくまでその民泊の管理を行っているというところは、誰も住んでないわけですから個人的なつながりが周りの住民ともないわけです。そういうところは書き方を少し区別する必要があるんじゃないかというふうに思っておりますので、その辺もぜひご配慮いただければというふうに思います。もう一問、この不在型と居住型の区別でもう一つちょっと確認しておきたいのは個人情報保護の問題です。で民泊をやってますよっていうことをこの表に計上しなきゃいけません。これ義務になってます。でただこの内容も今回この私も質問させていただきましたが、不在型と居住型で分けていただきました。つまり例えば実際にホストが家にいてお客さんをおもてなしすると、そのご家族が住んでいるわけで小さいお子さんもいらっしゃると、そういうところが自分の今民泊やってますと、何かあった場合の連絡先はここですと、緊急の電話ここですというようなこの電話番号であったりとかいろんな情報を表に掲示しなきゃいけない。これはちょっと、個人情報保護やあるいはセキュリティの問題からちょっと問題があるんじゃないかという観点から、今の、政省令ですかね、で居住型と不在型、今情報掲示の内容、掲示はするんですけど掲示の内容を分けていただきました。で、これ、今、自治体の条例でどういう議論になっているかというと、これ、居住型と不在型も今一緒になっているんです。一緒になって、個人情報をすべてネットで公開すると。ホストであって人が住んでいる、この家主さんの個人情報も全部ネットで公開すると。こういう条例が今、審議をされようとしています。この辺はどう考えますか。飯島観光庁次長。お答え申し上げます。先生ご指摘のとおり、届け出住宅ごとに掲げていただきます標識につきましては、家主居住型の場合は、住宅宿泊事業者の連絡先などは、記載しない、そういう旨、省令で規定しているところでございまして、当該住宅宿泊事業者の、プライバシーに配慮する制度になっているということでございます。一方で宿泊者あるいは近隣住民の方々などが民泊物件が合法であるか否かを確認することを可能とするために、一部の自治体におきまして届出住宅に関する情報を公表することを検討しているということは承知をしているところでございます。この場合情報の公開にあたりましては都道府県等の個人情報保護条例などとの整合性の問題でございますとか、あるいはプライバシー
バシーへの配慮なども踏まえて、具体的な公表方法を検討していただくことが望ましいと考えられますので、その旨をガイドラインにおいて記載することを現在検討しているところでございます。伊佐真一君、ここもやっぱりガイドラインなんですね。ここをしっかりガイドラインをとにかく早期に作っていただきたい。もう時間になりましたので終わりますが、これアジアで最初の実は法律なんです。アジアでこんだけシェアリングエコノミーが広まっている中で最初の法律で、今世界が注目しておりますので、しっかりとしたものになるようにご努力いただければと思います。終わります。ありがとうございました。